こんにちは、セナスケです。今回は、はい、こちらの、月刊ホビー月刊誌ホビージャパンの2月号ですね。2月号のね、特別付録でプラモがついていたので、そちらをね、組み立ててみたいと思います。はい、こちらですね。こちらですね。ちょっとね、35分の1エグゾフレームっていうモデルですよね。エグゾフレームって書いてますね。はい、35分の1エグゾフレームを組み立ててみたいと思うんですよ。こんな感じですかね。これね、組み立てたらこんな感じっていう写真ですかね。なんか人乗ってません？ちょっと私ね、ちゃんと見てなかったんで、ここになんか人が乗ってる気がするっていうことで、ちょっと組み立てていこうかなと思いますね。ランナーがね、1枚なんですよ。たった1枚なので、こうやってみんな見てーってやるわ。やります。こうやって見てってやります。はい、ということでね、じゃあランナーちょっと用意しようか。じゃじゃん。はい、こちらのね、ランナー1枚ですね。この1枚で組み立てていきます。あっという間に組み上がるんじゃない？30秒ぐらいかな。で、説明書はこのさっきのね、箱の裏のこれですね。いや、ほんとね、20秒じゃないか、組み上がるの。いや、もうほんと早く組み上げる自慢はもういいんで、はい、普通に素直に組み立てていきまーす。ということで、はい、組み立てるぜ。じゃあね、まずはね、フィギュアから組み立てるって書いてますね。人ですよね、きっとね。あ、人いるわ。女性のような男性のような、もうほんと際どい、このマッシュルーム、ここですね、ここ。このね、もうほんとね、マッシュルームヘアのね、人ってね、男か女かね、ほんとわかんないんですよね。男なのかい、女なのかい、わからない。男か女かわかんないよって、ほんと失礼だからね、気をつけましょうね、皆さん。ほんとね、でもたまにいますよね。でも女の人を男と間違ったら失礼だけど、いや、どっちも失礼だわ。でもなんか子供の時って、男の子を女の子に間違えるのって大丈夫ですよね。だから性別がわからない時って、絶対もしかして女の子って聞くのがね、正しいですよね。だって女の子に女の子って聞いたら、あ、そうですよって言われますし、もし男の子だったとしても、女の子ですかって聞いたら、あ、うちの子女の子に間違えられるほど可愛いのかしらってなりますもんね。なんかちょっとバカにしたみたいな言い方しちゃったけど、なりますもんね。でも女の子に男の子って聞くのはもうマジでタブーなので、もうダメですよね。怖いですよね。なんか小学校の時の友達で、なんか何やっても男の子、もう男か女かっていう迷いすらなく男の子って絶対思われる子がいましたね。なんか懐かしい。今頃彼女は英語ペラペラで超かっこいい女性になってるんでしょうね。なんか留学に行ったっていう話だけは聞いてるので、きっと。いやね、人を着々と切っていってます。フィギュアのパーツ全部切ったんですよ。で、切ってから気づいたんです、私一回も番号見ずに切ったなっていうことに。もうこれだから間違えるんですよ。もう組み立て動画のたびにこれ言ってる気がするんですけどもね、こうやって動画撮るたびに言ってたらね、自分に耳がタコができるっていうぐらい、ね、自分で覚えるんじゃないかな、自覚するんじゃないかなと思うんですけど、だってこの動画を、だってこの後私編集までするんですよ。何回も自分で番号を見ずに切って間違えたっていうくだりを確認してるわけですからね。でもね、間違えるんですよ。これはダメだな、もうこういうもんなんだ私は。はい、ということでね、なんかね、このま、あ、女性だ、女性です、これ間違いなく。ちょっと胸があるので、多分じゃない、胸の部分があるので女性
もう最近はね、胸があるイコール女性って決めるのもなんかね、怪しい世の中になってきましたけど、こうね、こう下半身と上半身をね、あの接着剤で接着するとのことですね。接着剤がないよ。はい、ということで接着剤持ってきました。じゃあこれで組める。てかもう最近ね、このね、流し込みの接着剤、セメンタミアセメント、流し込みタイプ、これめちゃくちゃ好きだ。なんか嬉しくなるんですよね。ほんとスミレ的なね、あの楽しさ、あのなんかこうシューって入っていくあの楽しさね、あの楽しさなんか覚えたらやみつきになりますね。怖い怖い。なんかこう隙間にみるみる入っていくこの嬉しさったらありませんね。ね、この上半身と下半身のとこだってね、あえてね、流し込みでつけちゃうんですよ。いいのかな、あえて流し込みとかありなんですかね、わかんないけど、まあいいんじゃねみたいな。はい、今日は気持ちが明るいですよ。私は何でもできるぜ。どうしたんだ、酒でも飲んでんのか。いやいや、私はもうお酒は飲めないので、お酒には嫌な思い出がある。もうお酒飲むくらいならね、酒飲むくらいならどら焼き食べますよ、金そば食べますよ、あんこ食べますよ。あんこと生クリームだけで食べたい。てか私ね、たい焼きとかね、どら焼きとかね、あんこの部分だけ食べたいんですよね。でも厄介なんですよ。あの一回どら焼きで入ったあんこが食べたいって感じなんですよね。たい焼きの皮の中に入ったあんこが食べたい。はい、いや、そのたい焼きの中身だけ食べたかったらあんこだけ買って食べればって言われるんですけど、そうじゃないんだよ。あのたい焼きの皮の香りがついたあんこが食べたい、どら焼きの皮の香りがついたあんこが食べたいっていう感じなんですよね。だからたい焼きとか食べるときはね、もう皮の部分バコバコバコって食べていって、あんこだけ食べるみたいな食べ方します。なんかありますよね、そういう食べ方ね。なんか結構人によってね、自分流の食べ方ってありますもんね。はい、話がそれました。プラモを組んでるんですよ、私は今。はい、なんだかんだでね、サクッと胴体ができました。あっという間だったでしょう。ということで、じゃあね、あとはね、両足両腕を作っていきます。両足両腕入れたらほぼ終わりかな。両足両腕つけて人乗せて完成っていう感じです。じゃあね、もうパパッと作っていくよ。早いよ。あ、やばいやばい、組み立てずにもうどんどん切り取っていっちゃった。番号分かんなくなっちゃうからね、組み立てなきゃね。もうほんとね、なんかね、ちょっと慣れてくるとね、番号とか関係なし、ランナーからさ、バラバラ外しちゃいますね。いやもうね、ほんとね、ベテランでもないやつがこれするとなんかすごいダメな気がする。ダメっていうか、いやだって分かんなくなるでしょっていう、あなた分かんなくなるでしょっていうね、そういうことすると逆に時間かかるんですよっていうことをね、自分に言ってあげたいですね。いやでもね、うまくできてるよ。懲りてねえなっていう。24とかね、なんか分かんないんですけど、私ね、こうランナーの中の番号ってあるじゃないですか。ランナーの中の番号ってあるじゃないですか。まあ、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12ってあるじゃないですか。私ね、それをこのランナーの中の番号ってちゃんと1番から2番3番4番5番ってちゃんと並んでるってなんてか思ってなかったんですよ。ずっと
ランダムの中の番号はランダムに入ってると思ってて、思い込んでて、本当にね、だから1番の隣に2番があるっていうことを思ってなかったんですよ。なのでそこを本当に最近気づいて、もう無駄に時間使ってたなっていうことに気がつきました。なのでこのランナーはちゃんとね、1番から2番、10番、20番ってね、ちゃんと順番通りになってるので、いやー組みやすいということで、はいはい、今はね足を組み立てております。足、右足ね、私はガンプラではいつも足をつける位置をね一回は間違えてしまうっていうことが、あるので気をつけていきたいと思います。はあ、やばい、お腹が空いた。29、肉の日、肉の日、29日は肉の日っていうことで、なんかモスバーガー、モスバーガーのなんか肉バーガーみたいなのが29日限定であるらしいですね。なんかハンバーガーってパンとパンで挟むじゃないですか、お肉を。もそれを肉と肉で肉を挟むっていう、もうそれ肉じゃねえかみたいなバーガーがあるらしいんですよね。ちょっと気になりますよね。気になるよね。いや、モスバーガーって美味しいじゃないですか。だから絶対ね、外れなしでしょうって思ってます。気になるな。でもやっぱりモスバーガーで美味しいのといえばね、私はねシェイク推しですね。バニラシェイク、バニラシェイク本当美味しい。なんかね、なんかソフトクリーム飲んでるみたいな味でめっちゃ美味しい。なんかソフトクリームをこう食べるのとはまた違った、なんか飲むソフトクリームみたいな、いやあれめっちゃ美味しいと思います。おすすめです。飲んだことない方はぜひモスのバニラシェイク、ちょっとこれが硬いバニラシェイク飲んでみてねっていう、はい、モスの回しもんみたいなねことを言ってしまいましたけど、回し物かお前は。でほんとね、もう全然関係ないと思うけど、なんか今回し物って言って思い出したんだけど、なんか私昔高校生の時にこう選挙の時期になると駅前でなんかこう選挙のねビラとか配ってるわけなんですけど、そのね朝学校行くのにこう急いで行ってる時に、まあ、私ね、私ってなんか片言になっちゃったけど、私その時16歳だったので、16歳で選挙のものを配る必要なんてあるのかなってちょっと内緒思うんですけど、そう急いで駅に走ってる中ちょっとって呼び止められてチラシ渡されてキーってなることがよくあったんですよね。もう私もねそこでもう無視するとかすればいいんですけど、立ち止まるっていうね、もうといい子だからっていうことがあるんです、あったんですけどね。なんか回し物って言葉でそこでよくイライラしてたのを思い出しました。全然関係ない感じがするけど、その回し物って言われたのはなんかね、その選挙のチラシを持って学校に行って、学校の上にそのチラシなんか教科書とかと一緒にバッて置いてたら、なんかお前はどこの回し物やみたいなことをなんか先生に言われたなっていうのをぼやーっと思い出して、それだけ、はい、ということで。でもなんかこうやって組みながらとかペイントしながらとかこう作業しながら喋ってる時ってやっぱり、まあ、もう半分以上の意識がこう手元にやっぱ行ってるわけじゃないですか。だから凝った話ってできないですよね。ちょっと意識がもうはまらない、はまらない、イライラする。なんでこう凝った話ができないので、なんか本当に思いつきで喋っちゃうんですよね。こう思いつきでなんかもう本当に頭にふわーって出てきたものそのままもうバッて口から出しちゃうみたいな、なんかそういうノリで喋るので、これ合ってるのかな。よし、いけた。頑張らん、ほんとか弱いから、か弱いね私って。もう女の子だから握力めっちゃ強いけど、でこうやってね、ほら今みたいにね握力強いけどとかね、こういう本当の、ね、中身のないお話でも案外ねこの空っぽのお話が面白かったりしますよね。本当に思いつきなんで、なんか普段思いついてもあこの話しょうもないからいっかって喋らないで置いてる話とかをこうやって
こう作業しながら何気なく喋る、喋ってみない、聞いてもらう、案外ね面白いかもっていうことで、うん、面白いのかな、わかんないけど、はい。こうで、あ、ほらやっぱり間違えた。もう足の向きとかじゃなくて、本当もう単純に組み間違えをしてしまった。本当足組むの苦手なんですよ、ね。ほほっとした足組むのがね、なんでこんなに苦手なんだろう。どっかで苦手意識みたいなのがね出てきてるのもね良くないと思うんですよね。これを克服しなければいけない。はい、ということで組み直しですね。完全にねもうこの足のこの根元の向きが違うのでこれダメだ。え、でもこれ、いやダメダメ、今もう本当悪いこと考えてしまった。これ今右足組んだんですけど左足ももう同じように間違えて組めば結果的に分かんないじゃないとかいうちょっと悪いことが頭に浮かんだけど、もう本当こういうことしてたら上達しないと思うのでちょっとちゃんと組み直します。はい、無事にできましたでございます。よかった、足もちゃんとほらできたよ。はい、ということでね、ここまで完成したらあとは初めに組んだね、あの女の人をね乗せて完成ということで、じゃあ乗せましょうね。こう歩かせないとね、トコトコって言うならなんかすごい腰曲がった人みたいな、腰曲がった人みたいになってるけど、これで乗せてドス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 とか、こういう歩き方なのかは知らないけど、はい、できました、できたよ。かわいい、かわいいですね。顔的なとこはないのかな、このロボットには。でこのお尻のとこになんかねタイヤがついてるんですよね。このタイヤ で足にもタイヤがついてるね。だからタイヤでこうウィーンって進んだりするのかなって思ってます。ちょっとこのキャラクター自体をちょっとよく分かってないのですいませんという感じなんですけど、うん、こうタイヤで走ったりするのかなしつこいね。はい、で、うん、やっぱりランナー1枚だったからめっちゃ組みやすくて楽しかったですね。やっぱりパーツとパーツがパチッパチッと気持ちよくはまってくれるのが面白いし、一回はめただけでなんだろう、ちゃんとはまるけどはまり、なんだろう、あ、そのわざとですよ、わざとはまりきってないから、こうはめてるのにちゃんと関節的な感じで動いてくれるっていうのがすごい面白くて、組んでてすごいストレスがなかったです。私は足を組み間違えたけど、あれは説明書が悪いとかこれモデルが悪いとかじゃなくて私が悪いはい、ということですよ。私がもう足を組むことへの苦手意識を克服しない限りはこれはもう永遠に続くっていうことですね。はい、ということでね、できてよかった、楽しかったよ。肩がねこう斜めになって、ちょっと本当ねもうちょっとねポージング考えてあげようねっていう感じですよ私は。でもねいいでしょ、ちょっとこう本当もう肩が曲がってるよ、気になるんだよさすがに。肩ちょっとこうやって上げてるのとかなんか変になっちゃった。うん、難しい、結局ここに戻ってきてしまった。難しいね、うん、本当に難しいね。うん、うん、だ、誰、やっほー、君は誰だ。僕はザク。私たち友達になりましょう。と、友達ってということで、はい、本当ねしょうもない人形遊びが昔から好きなんですよね。本当ね、本当こうやって人形同士をこうやって戦わしたりとかするような遊び、本当ね昔からもう好きで、で私ね結構ねいい年になるまで人形遊びがねやめられなかったんですよ。
いや、いい年って言っても、まあ小学生、高学年とか中学生とかの話ですよ。そんな二十歳過ぎてとかじゃないですよ。はい。で、確かね、中学生入ってもね、人形遊びがずっと好きで、で、なんかね、ある時ね、人形遊びしてるの恥ずかしいっていうことをね、思ったんですよ。で、無理にやめました。本当好きだったんですよ、それぐらい。もう頑張って、もう欲求を断ち切って、もううんって突き放すぐらいお人形遊びが好きでしたっていう。しかもお人形遊びって言っても可愛い人形使わないからね、もうまた立ち悪いですよね。もう親から見たらちょっと気味悪いですよね。割と大きくなった自分の子供がずっと気持ち悪い人形で遊んでるみたいな。はい、ということで、うんはい、ということでね、今回、はい、こちらのね、ホビージャパンの2月号の、特別付録のね、35分の1エグゾフレームをね、組み立てました。はい、ランナー1枚で本当に簡単に組めるのですごく楽しかったです。で、モデルもね、こうやって人が乗ってたりとかしてね、すごい凝ってるし面白いなと思いましたね。で、結構サイズ感的にもね、筆塗りすごい向いてるんじゃないと思いました。だって人間も乗ってるし、機械も塗れるし、生物と機械一緒に塗れるっていうことで、お得みたいな。はい、あー楽しかったです。ということでね、じゃあ今回はこの辺で、じゃあねー、またねー。